きてる、生きてる、おー、生きがいいね、生きがいいね、生きがいいね。を食べる、次中です、もうちょっと。これはビールだ、これはビールだ、これ絶対ビールなんだ。美味しいっすか？聞きます？聞くでもよ、酔っちゃうよ。ここ、そろそろいいんじゃね？わさびをね、わさびがついちゃってるね。わさびと、うまそうですね。めっちゃうまそう。ダメ、うまそうすごいですよ、これ。おーい、どうですか？違う。なんじゃこりゃ。すごい油のね、あのね、濃さというかね、海苔がね、違うっていうか、さっぱりしてるね。さっぱりギトギトしてない。おいしはずないの、肉なんて全部一緒だって。じゃ食べてみなさいよ。わさびと普通のタレでいけます。こんなね、肉なんてね、食っちゃえば一緒ですよ。じゃまずわさびと、わさびとお塩でいきます。はい、肉なんてどれも一緒なんだよ。うまい、うまいでしょ。違うでしょ。これね、塩めっちゃうまい。マジ、うん、さあ、焼いてください。じゃあ、次何いきます？カルビいっちゃいますか？いっちゃいましょう。生きてる、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 生きがいいね、生きがいいね、生きがいいね。柔らかいからね、ちょっとね、すごいよ、切れた霜、霜降りよだれてきた。霜降り降りがやばいね。続いて特上カルビ、特上カルビ。じゃあお塩つけて。塩ね、めっちゃうまい。いただきます。ね、マジで、うん、あのさっき普通のカルビ食ったもんね。ふわふわ、ふわふわっすか、うん、そして筋っぽくない、白いね、塩さっぱりだよね。さっぱり。おー、これはなんですか、これは。いいですよ、なかなか。このね、下の上にね、ちょっと転がすとね、またね、このね、牛肉のね、深みが広がる。でね、ちゃんと匂いがする、こう、鼻の匂いだと。これはうまい。タレでいきやすい。タレで。こんなね、肉なんて全部同じってさっきも言ったじゃないですか。絶対違いますよ。これ違うよ、これ分かるでしょ、すごい。もう一髪分かりますよ。柔らかいですね。柔らかいね。なんですか、それは。何ですか？ウーロンハイです。ウーロンハイ飲んでんじゃねえよ。うめえ。まあ、たまんねえぜ。そう、今日運転だから俺飲めてねえよ。上機嫌なナムさんです。はい、やみつけキャベツからの、ビール飲んでんじゃん。普通にビール飲んでんじゃん。飲酒運転はやめましょう。いきます。霜降り上タン。この音を聞いてください。いいですか、網に置く音を。
10、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 10
普通ペラペラじゃないですか。タンはね、こんな分厚いんですよ。1センチぐらいありますよ、これ。素晴らしい。皆さん、お腹空いてませんか？お腹空いたら、いざ牛角へ。焼いてもこんな柔らかい。わさびでいってみる。わさびでいってほしい。見てこれ、めっちゃうまそう。この絵面がよだれてきちゃった。上タンを食べる席。いや、めっちゃうまそうに食うじゃねえか。柔らかい。ちなみに杉さんはタンがあんまり好きじゃないんですけど、どうですか？美味しいです。何ね、すごい絶妙な弾力があってね、硬くない、いい食感がある。こんなやつの普通硬くて食えないじゃない。確かに、うまいよ、本当に。で、これもさっぱりしてる。サラダサラボーでいかがで、おいしい、おいしい、おいしい、いただきました。おいしい。これがブリの上タン。辛い。いただきます。やべ、なにこれ、すごい。どう？じゃあね、わさびとお肉って初めて食ったんですよ。合うね。やばいね。合う。本わさびよりもこの風味がね、鼻に抜けてやばい、これマジで。うまっ。もう一個食いて。僕、タン大好きなんですけど、これはやばいです。やばい、やっぱうまいです。あんま好きじゃない、俺だよ、それうまい。なんだろう、なんか弾力、確かにすごいあるんだけど、うん、溶けるっていうか、うん、すごい柔らかいよ。おお、もうなくなっちゃったです。はい、次はこちらを焼いていきますよ。熟成柔らかき。あ、何これ、はい、おい、皆さん、音を聞いてください。音がですね、こんだけ柔らかくないですか。すごいよ。そうだ、行きますよ。焼き方のプロの杉さんがうまくレアで焼いてるんで、あー、いいね、このお肉。皆さん、お腹空いてるときこれ見たらやばいんだ。クッション、ソファーで、ソファー。ふわふわ、ほら、ブヨンブヨンって。何これ、この肉。ほら、低反発クッションだ、低反発クッション。戻ってきちゃうからね、うん、これで寝ればもう完璧です。完璧だよ、よだれ出ちゃう。お腹すきすぎて寝れないもん、うん、そろそろこれいいんじゃないですか、レアで組んで。お、出来ましたか。出来ましたよ。じゃらりらり。うわ、やばい、これ見て、ほら。
いただきます。ほらほらほら、ちょっとボケちゃってるけど、ほらほらほら、何これ違う、何だろう、なんかね、お刺身食べてるみたい。マジ、うん、お刺身食べてるみたい。さすがに柔らかもうないもん、うん、うまもうないっす。早い、やべえ。じゃない、わさびが本当になんかお刺身っぽい。へえ。醸し出してます、醸し出してます。いただきます。ほんと奥さんみたいな。あら、やだ。お刺身。なにこれ、うまっ。やばいっすね。というわけでもこんなね、いいお肉を味わえるとはね。ちなみにこれ一皿1,400円ですね。2つ得ですよね。もうないの、もうなんじゃない、もうないもうなんじゃない。すごいいいですね。贅沢だ、贅沢ですね。あ、これが本物だったらもっといいんだけど。以上、美味しい動画でした。羨ましいだろ。美味しかったよ。牛角へレッツゴー。スイさんビール飲めないんで、運転なんで。なんかこれビールじゃん。ビールだよ。めっちゃうまそう。今妄想中です。妄想。これはビールだ。これはビールだ。これ絶対ビールなんだ。美味しいっすか。聞きます、聞くよ。酔っちゃう、酔っちゃう、酔っちゃう。大丈夫運転。あ、酔っちゃう、酔っちゃって、酔っぱちゃって。コカ・コーラで酔う。いや、社長だよ。社長だよ。社長はどうしたんだ。ディアンディ社長だよ。ストロー飲んで、ストロー飲んで聞いちゃうって。ストローで、あ、やめ、酔っぱらってる、酔っぱらってる。大丈夫運転。代わりにしよう。おっ、もう危ない、寝ちゃうことだった。寝たんで終わっちゃいます。